夏も終わり、契約も終わり、地元に戻る時が来ました。契約延長は打診されたものの、次の3連休以降は施設改修工事のため約2ヶ月間休館に入ります。社員さんでさえ休館中の業務内容がわからない人が多いのに、アルバイトの私に何ができるんだろうと疑問に思い、延長はしませんでした。社員さんの中には長期で軽井沢出張されている人もいます。調理場のおじいちゃんは仕事を失ったわけじゃないし、休館中くらい休んで孫と遊ぶとおっしゃっていました。さてアルバイト組はとなりますが、休館日まで働いて有給消化して来月から新しい場所で働く人も、私は次の3連休に祖父の一周忌で母と福島に行くのですが、一緒に金沢出発が前提なので移動を考えると今が帰り時ですね。あと父が最近転んで杖をついて歩くようになったそうなので、実家帰った方が良いよと言われております。なので契約通り9月30日をもって退職し、10月7日からは新しい職場で働きます。場所は実家からバス1本で行ける好立地、出戻り子供部屋おばさんになります。アラフォーですが、リゾバをしていた2年半の間に父方と母方の両方の祖父が亡くなり、両親が相続したお金などを整理整頓しないといけません。とりあえず父の実家じまいをしないと子供部屋おばさん脱出が難しい現状です。地元に戻ったら親のNISA口座開設や実家にあるものを断捨離しないといけないので、思ったより忙しくなりそうです。その他にもいろいろ課題が山積みです。一つ一つ整理しながら2年半してこなかった作業をしていきたいと思います。